DAW レッスンの鈴木です。今回は IK マルチメディアの T-Lux モジュールの中からグラフィックイコライザープラグイン EQPG を紹介してみたいと思います。グラフィックイコライザーというのは皆さんご存知だと思うんですが、スライダーに固定の周波数が割り当てられていて、そのスライダーを上下させることによってこれでゲインのブーストやカットを行うというタイプのイコライザーになっています。一般的に DAW 環境やレコーディング環境においては中心周波数や Q 幅が自由に変更できるパラメトリックイコライザー、こちらを主に使うケースがほとんどだと思います。グラフィックイコライザーというと PA であったりギターやベース用のコンパクトエフェクターとして見かけることが多いと思います。その中でも定番とされているのがこの EQPG がモデリングしている API の560というモデルです。 API の560をモデリングしたプラグインというのは IK マルチメディアだけでなく各社から発売されていたりしますので、本当に定番の EQ スタイルと言ってもいいと思います。このグラフィックイコライザーの一番の特徴は何といっても直感的、感覚的に音作りができるというところだと思います。ユーザーインターフェースも各スライダーを上げ下げするだけと説明する必要もないぐらいにシンプルだったりします。割り当てられている周波数は 31Hz から上が 18kHz まで、これを10個の帯域に分けています。それぞれの周波数はここに表示されている通り31、63、125、250、500、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、 そして 16kHz とだいたい周波数2倍ごとにこのように割り当てられているんですけれども、周波数が2倍になるということはどういうことかというと、音域に表してみるとちょうど1オクターブずつ上がっているという感じになっています。1オクターブ範囲でスライダーが用意されているよっていうのを知っておくと結構音作り有利かなと。各バンドごとのブーストカット量はプラスマイナス 12dB と、一般的なグラフィックイコライザーであればこれだけなんですけれども、この API の560をモデリングしたプラグインというのは以前に紹介していた EQPA や EQPB と同じようにプロポーショナル Q という特徴を備えています。つまりブーストカット量を上げれば上げるほど Q の幅がどんどん狭くなっていくよと。このスライダーの場合は 500Hz ですね。ここの周波数ピンポイントに EQ 効果をかけることができると。これが API タイプのグラフィックイコライザーの特徴になっています。また画面の下のエリアにはこちらもおなじみですね、プリアンプセクションがついていて、プリアンプボタンをオンにした状態でゲインを上げていくとサチュレーションを与えることができるという仕組みになっております。では実際にいくつかのサウンドに対してこの EQPG のイコライザーをかけてみたいと思います。まずはキックドラムにかけてみましょう。まずバイパスの状態ですと、はい、こんな音ですね。ここに対してスライダーを上げ下げするだけで音作りができていくわけなんですけれども、非常にこの周波数のレンジというのがですね、いいところにはまってくれるんです。例えば 125Hz や 250Hz、 このあたりを操作することによって太さを簡単にコントロールすることができます。最大までブーストするとこんな感じですね。 250Hz というのはこの予想ですね。ちなみに 63Hz というとこのズンっていう感じですね。これの割合ですね、バランスを見ながら操作していくことができると。非常に音楽的に音作りができるなという印象です。またキックドラムの場合ですと低域だけではなくて桶の中での抜けという意味で小域も大事だったりするんですけれども、その場合にも 2kHz や 4kHz をちょっとついてあげるなんていう風にしてあげるといいのかなといったところです。同じドラムで今度はスネアにかけてみたいと思います。こちらも同様ですね。だいたい 250Hz から 500Hz ぐらい私操作することが多いんですけれども、この辺はかなりスネアのサウンドのイメージを変えることができますので結構重宝するかなと思います。特に音源使う場合ってサンプルによってはちょっと線が細いような感じになってしまうケースも多いと思いますので、そういった場合には 125Hz だったり 250Hz あたりをちょっとついてあげると太さ出せていいのかなと思います。広域上げてみるとこの成分ですね、こんな感じになっています。そしてこの EQPG はですね、私結構ステレオのソースに対しても使ったりします。例えばドラム全体なんていうのを今出していますけれども、ここで
ちょっとこの辺をプッシュしてみると、今ちょっと分かりやすいようにちょっと過度な操作をしているというのはあるんですけれども、結構抜群にかかってくれますので、音色作りという意味で非常に便利に使うことができるかと思います。次にエレキギターです。これも私が結構好きな組み合わせで、これ歪んだエレキギターですね。これバイパス状態ですけれども、ここに対して例えばを良いサウンドにしてみたりですとか、このようないわゆるドンシャリサウンドというものを非常に簡単に作ることができるようになっています。今ご覧いただいて分かると思うんですけれども、この EQ かなり効きがいいです。ブーストカットは 0.1dB 単位で行えるようになっていますので、この辺は必要に応じて本当に微調整してあげるといいかなというふうに思っております。同じ T-Rex モジュールの中の API の EQ をモデリングしたものといえば EQPA や EQPB もありますが、個人的な好みで言えば一番よく使っているのがこの EQPG です。なんでかというと、やはり操作が非常にわかりやすくて、かつ効果が音楽的だからというところに尽きるかなと思うんですけれども、特にブーストした時のゴリッとした質感というのが結構好きで、ロック系の音色と特に相性がいいかなというイメージを持っています。逆に言うと、マイナス方向に使うよっていうことはあまりないかなと思います。こういうドンシャリセッティングとか、そのサウンドメイクとしてのカットという場合は別ですけれども、補正用途で使いたいよという場合には、やはりパラメトリックイコライザーの方が優れていると思いますので、その辺は使い分けていくというのが必要になるかと思います。ということで、今回は IK マルチメディアの T-Rex モジュールの中から、グラフィックイコライザープラグイン、EQPG を紹介してきました。非常に簡単にかっこいい音を作ることができると思いますので、ぜひ触ってみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。